バックブリーカーはプロレス技の一種を呼び、そこから派生した技の総称である。日本名は背骨折り。もともとは背骨から腰のあたりにダメージを与える古典的なストレッチ技である。多くの派生技が存在しており、それら派生技を総称してバックブリーカーと呼ぶことも多い。派生技は基本型のバックブリーカーと同様に相手の背骨を 自分の体の一部を支点にして反り上げる、ストレッチ技としての継続型と、相手の背中を自分の体の一部に打ち付ける、打撃技としての単発型の2種類に対別される。なお、ロデリック・ストロングは多様なバックブリーカーを使用する、ことで知られ、ザメサイア・オブ・ザ・バックブリーカー、ミスター・バックブリーカーの異名を持つ。ここでは、 基本型のバックブリーカーのかけ方を説明する。元来のバックブリーカーは、自身の片膝をマットについた状態で、その膝の上に相手を仰向けに乗せ、膝頭を相手の背中や腰に当て、そこを視点に相手の体を両手で押さえつけて反り上げるという技である。口術の派生技で、最もこの形に近いのは、ジャイアントバックブリーカーである。他に某アンドアロー。 バックブリーカーや、サーフボードストレッチなども、膝を支点に、相手の背中を反らせる点で近い形である。単発型の派生技では、いずれも膝に背中を打ち付けて、衝撃を与える形であり、単発と継続の違いはあるが膝を利用する点で、共通する。アルゼンチンバックブリーカー、ターザン語等による、アルゼンチンバックブリーカー。アルゼンチン式背骨折りとも呼ばれる。 創始者は、アントニオ・ロッカ。当初は、ロッカスペシャルと呼ばれていたが、ロッカが、アルゼンチン出身であるために、この名が定着している。自分の肩の上に相手を仰向けに乗せ、顎とももを掴む。自分の首を視点として、背中を弓なりに反らせることによって、背骨を痛めつける技である。その体勢から、オーバーヘッドバックブリーカーとも呼ばれる。 エアプレーンスピンをかけようとした際、相手が暴れて、逃げようとして、体が逆方向になったため、固定させようと顎とももを掴んだところ、相手がそのままギブアップしてしまったというアクシデント的に完成された技であるという。ザ・デストロイヤー、アントン・ヘイシンクも使いて、タイガージェット・シンもこの技でアントニオイノ木を破ったことがある。かける側の腰にも、 大きな負担がかかるため、彼らを除いては後術のカナディアン式と並んで、主にパワーファイターが使用しており、日本人選手では、豊登り、坂口誠治、中西学井上正夫、岡林雄二外国人選手では、アートトーマス、ビッグ、ジョンクイン、ビル・ワット、ブラック・ジャック・マリガン、ブルーザー・ブロディなどが得意技とした。レックスルガーは、 トーチャーラックの名称で使用していた。ロッカと同じく、アルゼンチン出身の星単語も、得意技にしている。カナディアンバックブリーカーカナダ式背骨折りとも呼ばれる。ガブリの体勢から、相手の胴を両手をクラッチして、相手の背中が肩にくるようにして担ぎ上げる。クラッチは解かずに、そのまま上下に揺さぶることで背骨を反らせて、ダメージを与える。創始者は、 カナダ出身レスラーのユーコンエリック。もともと木こりであったエリックは、作業中に丸太を担ぎ上げる体制を、そのまま、プロレス技に応用したという。後に、ブルーノさんマルチノが、絶対的な必殺技として用いたため、広く知れ渡るようになった。ディック・ハットンもこの技を用い、力道山からギブアップを奪った実績がある。他の使い手には、 イワン・コロフ、ザ・ハングマン、ジル・ポアソン、ジョール・ダック、マイク・シャープ・ジュニア、トム・マギー、ジョン・テンタなどのカナダ出身選手や、アンドレ・ザ・ジャイアント、日本人選手では、トヨ・ノボリ、坂口誠二、ストロング・小林、ヤノ・ツーなどがおり、ハットンを除いては、パワーファイターが使う技として認知されている。この技の体勢から後方に投げると、サンダー・ファイヤー、 パワーボムの要領で落とすと、サンダーファイヤーパワーボムになる。いずれも、大似た厚紙の得意技。ハイジャックバックブリーカー極悪十字架固め、飛行機暴奪式背骨折りとも呼ばれる。カナダ式のように相手を仰向けに、髪型へ担ぎ上げた後、自分の両腕で、相手の両上腕部をクラッチして、相手を背中合わせに吊るし上げて脊椎にダメージを与える。 この時に、より前方に相手を担ぎ上げて、自らの頭を相手の背中に押し当てて、さらにダメージを大きくすることもある。また、カナダ式同様に自分の体を上下へ揺らしたり、回転して、相手を振り回したりして、その衝撃でダメージを増加させる場合も多い。ドンレオ・ジョナサン、マスクド・スーパースター、シット・ビシャスなどの大型選手が使用していた。 日本プロレス時代のアントニオ猪木は、コブラツイストやマンジ固めを相手にかける前に、この技で背骨へダメージを与えておくことが多かった。レーザーラモンは、この技の体勢から相手を前方に投げ捨てる、パワーボムをレーザーズエッジと称して用いた。同じく、パワーボム系の派生技として、BT ボムや、バッドラックフォールなどがある。ジャイアントバックブリーカー巨人式背骨折りとも呼ばれる。 ジャイアントババのオリジナル技。コブラクラッチとバックブリーカーの複合ストレッチ技。スタンディングで、コブラクラッチを極め、その状態のまま相手の体を仰向けに倒しつつ、自らの片膝を曲げながら、マットにしゃがみ、相手の背中や腰を、片膝頭に押し付けながら、コブラクラッチで締め上げる。ババのほか、太陽ケアや淵正信などのババの弟子たちが、よく使用。 ボーアアローバックブリーカー弓屋式背骨折りとも呼ばれる。うつ伏せに、マットに倒れている相手の背中に、自らの両膝を当て、さらに相手の頭部と片足を両手で、それぞれ掴み、その状態のまま自分は、背中からマットへ寝転がると同時に、相手の体を反転させて持ち上げて、自らの曲げた両膝に、相手の背中を押し付けながら、相手の頭部と片足を手で、 下方向へ締め上げて、ダメージを与える。ホースト・ホフマンのオリジナル技。他の使用者はアントニオ・イノキ、西村・オサム、スクシなど。また、前世紀のアンドレ・ザ・ジャイアントも、得意技としていた。新日本プロレスに来日していた頃のハルク・ホーガンは、初期との幾度の対戦からこの技を盗み、古立ち一郎をして、脱出不可能の超人背骨折り地獄と言わしめた。 棒バックブリーカー弓式背骨折りとも呼ばれる。ルチャリブレの古典技。マットに倒れている相手を横向きにして、自らの片膝を背中に押し付けつつ、相手の頭部と足を引っ張る。日本では、ミルマスカラスが1978年の全日本プロレス来日時に公開している。マインガ、筋肉マンでは、プリンスカメハメが得意技の一つとして使用していた。 サーフボードストレッチ並みの利歴背骨折りとも呼ばれる。座っている相手に対して、あるいは稀に立っている相手に対して、背後に立ち、相手の両手首をそれぞれ自分の腕で掴んで背中側に引っ張り、同時に自分の片足裏あるいは片膝を相手の背面に当てて、そのまま相手の体を反らせて背骨にダメージを与える技。背骨折りの応用技で、 ルチャリブレに源流を持つ古典的ストレッチ技。レーネエラ人工衛星式背骨折りとも呼ばれる。霊面動作のオリジナル技。相手の首元と両足を掴み、自身の体と交差するように背面で持ち上げて、横回転しながら背中、腰部を締め上げる技。菅原拓也のバッキンガムバックブリーカーも同型技。ゴリースペシャルゴリーゲレロのオリジナル技。 相手を背中合わせにして髪型へ担ぎ上げた後、相手の左足首を自分の右太ももへ、相手の右足首を自分の左太ももに引っ掛け、さらにハイジャックバックブリーカーの体勢で、相手の右手首を左手で、相手の左手首右手で掴み、その状態で相手を内方向に締め上げることで背中と肩関節へダメージを与える。 この技もカナダ式同様に自分の体を上下、揺らして、その衝撃でよりダメージを増加させる場合も多い。父、ゴリーからこの技を受け継いだチャボ・ゲレロは、完璧に決まったら、脱出不可能、選択は、ギブアップか、レフェリーストップしかないと豪語していた。棒をバックブリーカーと共に、漫画、筋肉マンで、プリンスカメハメが、トリプルビーフケーキの一つとして使用していた。 シュミット式バックブリーカーシュミット流バックブリーカーとも呼ばれる。立っている相手の正面からボディスラムのように頭部と股間を両腕でそれぞれ抱えてそのまま髪型へ担ぎ上げる。その後自ら片膝を立ててマットへ座り込むと同時に相手の背中を膝頭の上に落としてダメージを与える。日本ではハンスシュミットが初めて公開したことから この名がついている。他国では、バックブリーカードロップと呼び、略されて、単に、バックブリーカーと呼ぶこともある。代表的な使用者としては、ジンキニスキーがおり、最大の必殺技としていた。ニコライ・ボルコフは頭上まで相手を、リフトアップして、そのまま膝に叩きつけるハイアングル式を放った。ジミー・スヌーカは、スーパーフライ・スプラッシュ、武藤ージは、 ムーン、サルとプレスを放つ前のつなぎ技として使用。豊登り、ストロング小林、イワンコロフ、ボビー・ダンカン、マスクド・スーパースターも用いていた。ペンデューラムバック・ブリーカー紳士式背骨折りとも呼ばれる。サイドバスターのように、立っている、相手の頭部を片腕で抱え込みながら、脇に抱え、同時に、もう片方の腕で、相手の片足を抱えて髪型へ持ち上げる。 そして自らの片膝を曲げながら、マットに座り込み、同時に相手の背中を膝頭に落としてその衝撃でダメージを与える。相手をロープに振って帰ってきたところを、自分の背中を見せつつキャッチして決める方法もある。日本では、坂口誠二や、キラーカーン、桜田和夫などが得意としていた。木村健吾もジュニアヘビー時代は多用していた。海外では、 ハーリーレース、ネイル具合、マイクジョージ、ブレッドハート、デス・ソントン、キング・ハックなどが主な使い手だった。特にレースは、ヘッドロックや、スリーパーホールドをかけられた、際の返し技に使うことも多かった。ワンハンドバックブリーカー片腕式背骨折りとも呼ばれる。バックドロップの状態で抱え上げてからクラッチを解き、片膝立ちになりつつ、空中で水平にした相手の体を、 背面から自分の片膝の上に落とす。相手の体を髪型に持ち上げてから最終的には片手で相手を抱えるようになることからこの名称がついた。創始者はビル・ロビンソンでありダブルアーム・スープレックスと並ぶフィニッシュムーブとしていた。ペンデュラムバックブリーカー同様にヘッドロックへの返し技として使用されることが多いが自分からかける場合も多い。 ペドロモラレスは、ペドロスペシャル、藤並達次は、ドラゴンバックブリーカーと称して同じ技を使っていた。アルゼンチン式の使い手である、中西学や井上正夫は、アルゼンチン式への布石としてこの技を使う時がある。バックドロップと同様に、両腕で銅を抱えるタイプと、片腕で銅を、もう片方で片膝を抱えるタイプの2種類がある。ロビンソンは、ワンハンド。 バックブリーカーという名称には不満があったようで、月間デラックスプロレスでのインタビューで叩きつける瞬間がワンハンドになるだけで、それまでの動作は両手で行っているのが写真でもお分かりいただけると思います。強いて呼ぶならロビンソン式バックブリーカーと呼んでほしいですねと言っていたが、ワンハンド、バックブリーカーの呼び名で定着した。仕掛けるタイミングの難しい技であり、 パワーは元よりテクニックが要求される。また、膝に負担がかかる技でもある。ロビンソンは、ジャイアントババ、キラー等はかまた、アブドーラザ・ブッチャーなどの重量級レスラーを相手に、ワンハンド式を決めたことがあるが、そのために膝を負傷している。ケブラドーラ・コンヒーロケブラドーラ・コンヒーロで相手を、自分の膝に落とす、直前の状態。風車式背骨折りとも呼ばれる。 走ってくる相手に対して、正面からやや体を倒しつつ、自分の左手を相手の左の脇の下に、右手を右の脇の下に入れる。相手の走る勢いをそのまま回転させる方向に、置き換え、体を270度旋回させて落下させる。その際、自らは片膝を立てながら、マットに座り込み、相手の背中を膝に落として、ダメージを与える。スピード感にあふれる。 技の一つで、フィニッシュには至らないことが多いが、試合の状況を変化させる際に用いられるルチャリブレの技。WWE のセザーロは相手がディープフロッグをしたところを空中でキャッチして、この技を仕掛ける。ちなみに、ケブラドーラ・コンヒーロットはスペイン語で、回転させながら、破壊という意味。アニバルが日本に持ち込んだ技。主な使用者は、大原はじめ。 タイガーマスク、重心サンダーライガー、エディゲーレロ、鈴木小太郎三沢光春、和林南鈴鹿、新からなどがいる。なお、回転を加えなければ、ペンデューラム式となり、相手を膝の上に叩きつけるのではなく、そのまま肩の上まで持ち上げて、勢いをつけて浴びせ倒すと。 ティルトスラム、さらに肩まで持ち上げた後に自らも旋回しつつ、勢いをつけて浴びせ倒すと、ターボドロップアイとなる。重心バックブリーカー重心サンダーライガーのオリジナル技。アルゼンチンバックブリーカーの体勢からマットに膝をつき、背中、腰、首に衝撃を与える技。もともとは、ザ・コブラが使用していたアルゼンチンバックブリーカードロップ。コブラの場合は、背が高く、 自分が尻餅をつく形で放っていたため、落差と相手へのダメージも大きかった。オレンジバックブリーカー、小橋健太のオリジナル技。ドラゴンスリーパーの状態で抱え上げてから、そのまま膝を打ちつける。背中というより首に衝撃を与える技。トレインレッグエトレインのオリジナル技。カナディアンバックブリーカーの体勢からマットに尻餅をつき、背中ないし。 腰に衝撃を与える技。バッククラッカーマットストライカーのオリジナル技。相手の背後から両肩に飛びつき、両膝を相手の背中に押し当てて後方に倒れ込み、マットに打ち付けられた衝撃で、相手の背中にダメージを与える技。開発者であるストライカーは、ラングブロワーという名称で使用しており、プロレスリングゼロワン参戦時においては、ストライクと呼称されていた。その他、 シーマのスーパードロールにも同型のバリエーションが存在する。カリーとアルベルト・デルリオ、中村晋介、プリンス・デビットなどが使用している。WWE などではバックスタバーの名で使用する選手も多い。ショルダーバスターボギスラムの体勢で相手を抱え上げ、自ら片膝を突きその立てた膝に相手を肩から落とす技。ダブルアームバックブリーカー相手を リバースフルネルソンで捉えて、相手の体を垂直に担ぎ上げてから、片腕のクラッチを切りつつ落下させると同時に突き立てた。右膝に、相手の腰を打ちつける。リバースブラディークロス石森太志二の、オリジナル技。リバースブレーンバスターの体勢で相手を垂直気味に、持ち上げ、自らが膝を立てて後方に倒れ込むと同時に相手を、前方に落とし、膝上に、 相手の首から背中を激突させる。牛殺し、後藤博士王きのオリジナル技。ファイヤーマンズキャリーの状態で抱え上げた後、相手を反転させながら前方へ投げ落とし、同時に、自らの片膝を立てながら座り込み、相手の背中を膝頭にぶつけてその衝撃でダメージを与える。2007年10月8日、両国国技館で、猛牛の異名を取る天山広吉に、 このフィニッシュホールドからの焦点編エビ固めで勝利、その後、天山を軽椎損傷で無期限欠場に追い込んだ、ことから名付けられた。アージスタイルズもつなぎ技として使用している。GTR 後藤博士大輝が使用する、ファイナルカットとバックブリーカーの複合技ファイナルカットの体勢で、相手の背中を自分の片膝に叩きつける。 パワーボム式バックブリーカーリッキー・マルビンのオリジナル技。パワーボムの体勢で相手を担ぎ上げて落とすときに、同時に自ら両膝を縦リングに倒れて、そのまま相手の背中を両膝の上に叩き落とす。トマソ・チャンパがフィニッシャーとして使用している。アイリッシュ・カース・シェーマスのオリジナル技。ロックボトムの体勢で相手を持ち上げ、相手をクラッチしている、側の膝を突き出して、 その上に相手を叩きつける。インバーテッドヘッドロックバックブリーカーランディオートンのオリジナル技。相手と背中合わせになった状態で首に腕を巻きつけ、勢いよく膝から着地する際、背中に乗せた相手の体をのけぞらせて、首や背中にダメージを与える。構成に転じる時に繰り出すが、足を攻められているときは、自らのダメージを悪化させてしまう場面も見られる。 チョークスラムバックブリーカーバロンコービンのオリジナル技。相手をチョークスラムの要領で持ち上げて、相手の背中を片膝の上に叩きつける。ありがとうございます。